ただいまご紹介いただきました日本ペイント中丸と申します。45分時間いただきましたので、コンクリート用塗料の性能と機能という形で、少し話をさせていただきたいと思います。で、前段はですね、コンクリート用塗料の、まあ、性能、どんな性能が必要ですかというところと、まあ、一般的な、塗装の、仕方やり方を説明した上で、最後にですね、塗布型の剥落防止の塗料と、もう一つは視認性、クリア、まあ、透明な、塗料のご説明をさせていただければと思います。それではちょっと本題に入ってまいろうと思います。まあ、これいつも出してるんですが、まあ、塗料の、まあ、表面保護って書いてます。塗料の目的になります。で、これは今日はコンクリートメンテナンス協会のフォーラムになってますので、頭皆さんコンクリートついて、コンクリート構造物っていう形がついてますが、鉄ですね、メタルのところもこれは置き換えていただければ一緒になります。で、まず一つはですね、保護ですね。この前段でも話があったと思いますが、まあ、劣化因子がコンクリートの内部に入っていって悪さをしますので、まあ、劣化因子が入らないようにしましょうよというのがこの1番目の目的です。で、2番目はですね、塗料塗装を行いますので、色がつきますね。ですので色をつけることによって美観、まあ、きれいにしましょうよというのが2番目になります。で、3番目がですね、あまりよく出てこないんですが、まあ、コンクリート構造自身にない機能を塗料で塗装を行うことでつけていきましょうというのが3番目になります。ですので、この3番目は、まあ、この後の、まあ、剥落防止の話ですとか視認性の塗料の話につながっていくと思います。で、じゃあですね、そのコンクリート構造物の1番目に書いてきました保護のところなんですが、じゃあどういったところにこの内容が書かれてますかといいます。やはりこれが土木学会さんが2005年に出しています表面保護工の設計施工指針案という本が出てまして、この本をやはり、使いながら、設計を行ったり、まあ、施工のところで活用しているというのが今一般的だと思います。で、その中の本をちょっと開けていきますと、まずはその劣化の機構ですね、塩害ですとか中性化ですとかというところが出てきます。で、次は劣化度ですね、進展期なのか加速期なのか等々ありますので、その劣化度が書かれています。で、その次には、まあ、構造物が新しく作られた新設のものなのか、もしくはずっと使われている季節のものなのか、これによって、この劣化機構、劣化度、まあ、構造物の状況によって、じゃあどんな工法を選びましょうかというふうにかかっています。で、一つはですね、まあ、表面被覆工法の、まあ、有機系の無機系のもの、もしくは、あとは顔真剤ですね、まあ、シラン、シロキサン等々ありますが、そういった顔真工法で、この前段のセメント協会さんからも話があったと思いますが、ポリマーセメント等を用いた、断面修復工法、この3工法をのどれをチョイスしますかというふうに分かれてまいります。で、ちょっと図は小さいんですけど、これがこの劣化度とか、まあ、いろんなの言っていくと何にしましょうかねというふうに分類が分かれてきます。で、じゃあこの劣化の機構でまず見てみましょうかというと、中性化っていうものに置き換えてみますと、まずはどういったところにありますか。陸上部にあるんですか、内陸部にありますか、あとはまあ海の近くにありますか、まあ、海上の大気中ですかというふうに分かれています。それによってまずは選ぶものが変わってきます。表面被覆工法であれば丸ですが、顔真工法ではちょっと三角かな、顔面修復工法は丸かなというふうに来ています。で、今度は劣化度ですね。潜伏期から劣化期までありますが、潜伏期、新天気であれば、まあ、こういった形で有機系無機系のものを選定はできるんですが、
加速器、劣化器になってしまいますとやはり劣化が進んでますので被覆工法だけではちょっと厳しいかな。そうなりますと、まあ、断面修復工法という形を選ぶか、もしくは断面修復工法とこういった表面処理工法の併用という形になってきますので、そういった形で、選んでいただければと思います。で次がですね、円台も一緒ですね。まあ、円台ですとやっぱり陸上の内陸部等もありますが、あとは海関係ですね、海洋関係のところでも分類が分かれてきます。まあ、大気部ですとか飛沫帯、緩慢帯等でも変わってきます。でこれ見ますとやっぱり大気部ではこういった、有機系のものは丸になってくるんですが、水に浸かるようなところになってきますとやはりちょっと三角が増えてくるかな。で劣化がですね、やはりここも上と一緒ですけど、潜伏期、沈殿期であれば丸になってきますが、劣化が進んでいきますとちょっと断面修復等、もしくは併用という形になってきますので、こういった形でその劣化の機構と劣化度を組み合わせていって、どういったチョイスをするかなというのがこの本にはしっかり書かれてますので、読み解いていくと、なかなか進んでいくのかなと思います。でここで一番最初保護っていうことを書いたんですが、この本の中にもやっぱりそういったことがしっかり書かれてます。で一番目の先ほど言った保護のところなんですが、こういった形で、まあ、劣化の、要求性能としては中性化、塩害、当該、化学的侵食、アルカリ骨材反応等といった劣化の要因があります。それに対してじゃあ何をしましょうかという形になります。中性化であれば、まあ、二酸化炭素が、コンクリートの中に侵入しなければいいんですので、二酸化炭素の透過阻止性ですとか、まあ、塩害ですとは塩化物イオン、もしくは酸素、あとは糖水ですね、ってことを阻止しましょうよという形がいろいろ書かれています。ですので、まあ、ここが先ほどご提示した、保護性能なのかなと。で、2番目、美観のところになりますが、やはりここにも、まあ、美観、景観、外観という項目があります。そこで色調とか光沢とかという形で、まあ、色、あとは艶というところが重要になってきます。で機能性というところになるんですが、そこは視認性という形が出てきます。言葉が出てきます。そうすると表面状態の確認や点検の容易さという形で、まあ、この後お話しさせていただきます視認性のある塗料というのが、まあ、機能が付与できるような形で合致していくのかなというふうに、読み取れると思います。ですがですね、こういった機構があって劣化度があるんですが、じゃあこのフローでじゃあ有機系のものをじゃあ選択できましたよっていうふうになったとしても、この本の中ですと、じゃあどういったものを塗ったらいいですかという、どういった塗装使用をしたらいいですかというところまでは明確に、明示がないです。ですのでこれからは、代表的な、塗装の使用を少し、ご説明させていただければと思います。でここの、1番下地処理、2番プライマー、3番パテ、4番中塗り、5番上塗りと、この5工程を塗り重ねて、行っていくのが、コンクリート塗装剤の、まあ、一般的な塗装仕様であってもらえればいいと思います。ですので、まあ、私日本ペイントから来てますが、他社さんも、まあ、同じような、いろんな塗装仕様で、選択をさせていただいています。でまずは下地処理ですね。でどういうことをしますかと言いますと、コンクリートの表面の、脆弱部、弱い部分ですとか、まあ、汚れ等々を落とすのが、この下地処理になります。ですので左側の、まあ、ディスクサンダーという、まあ、電動工具ですね、回転しながら、汚れを落としていくようなものですとか、右側がウォータージェットってなってますか、まあ、これネクスコさんの表面処理、まあ下地処理よく使うんですが、水の圧力でコンクリートの脆弱部を落としていくというのが一般的になっています。じゃあどんな形かといいますと、これがですね、今作業員の方がディスクサンダーで下地処理をしている状況なんですが、
手前のこの白くなっているところが今ディスク酸化が当たったところです。ですので何もしなければこういった黒ずんだ汚れがやはりついてますので、まあ、特に季節の構造物ですねでは注意が必要になってきます。で右の、施工前施工後になりますが、これ壁コーランの内側になりますね、歩道部なんですが、やはりこういった形で少し黒ずんでます。ですのでこの黒ずんだところにいかにいい塗料を塗っても塗料の性能、塗膜の性能というのは発揮できませんので、しっかりこういった形で、脆弱部もしくは汚れ、綿部等々を除去することが重要になってきます。じゃあどれくらい重要になってくるかというのがこの表になってきます。で各種要因が、塗膜の寿命に及ぼす影響という表になっています。でこれがね一番上のとこなんですが、まあ、素地調整の程度ですね。これはあのメタルのことで言ってますが、まあ、塗装の塗り替え通り今出てきますが、1種ケレン、2種ケレンというようなケレンのグレードになっています。ですので1種ケレンを行ったものと2種ケレンと行ったものの差というかによって塗膜の需要というのはだいぶ変わってきます。まあ、だいぶ半分ぐらいその要因で変わってきます。じゃあ他どんなことがあるかと言いますと、あとは塗り返すですね。塗膜という塗装というのは厚みが厚いほどやはり遮断効果、劣化因子の遮断効果等は上がりますんで、2回から3回塗った方が厚くつきますんで塗膜の性能というのはアップします。ですけど 20% 弱になります。でもう一つは塗料の種類ですね。やはり性能のいい塗料の種類を塗ることによって 4.9% になります。でこの後ですね、ポリウレタン系の上塗り剤の耐候性、まあ、の寿命の話と同じ上塗り剤であるフスト樹脂系の、塗料の寿命度の話をしますが、そういった塗料の種類が変わることによって 5% ぐらい寿命が変わってくる、要因として変わってきますよというふうになってますので、あの塗料の種類、塗料を厚く塗ったりですとか、もしくは性能のいい塗料に、グレードアップすることよりも塗装を塗る前の下地処理をしっかりすることがこの寿命に関わってくるというふうになってますので、先ほど見ていただいたこのような状況を作るところで、しっかりやっていただくことが重要になってくる、ポイントになってくると思う、覚えていただければと思います。じゃあ次から、塗料の話をしていきます。まずは、まあ、このプライマーという材料です。でこの材料は、まあ、コンクリートで直接塗り込む材料ですので、透明な材料が多いです。ですので透明は何でいいかと言いますと、コンクリートの中に染み込みやすいですから透明のものがよく選定されています。ですから中に染み込むこととしっかり固まることというのが重要になってきます。でハケローラーという工具で塗っていくのが多いですね。で次が、この3番目のパテ材です。でこのパテ材というのが、コンクリート独自の塗料の形態です。メタルの塗料、鉄向きの塗料ではこういったものは使わないです。なんで使わないかと言いますと、まあ、コンクリート現場で打設するものが多いですから、やはり巣穴等々はできてますね、型枠の段差等々。そうなりますと巣穴がしっかり割ってなければそこに塗膜ありませんから、そこから劣化因子が中に入りやすくなります。ですのでしっかり穴を埋めましょうというのがここ大事になります。であとは型枠の段差を申しますよというのは平坦にするというのがもう一つ大事になってきます。塗装というのはその規定の塗膜厚、厚みというのが決まってます。その厚みを塗ることで、塗膜の性能、劣化因子の遮断効果等々の性能が決まってまいりますので、薄くなればそこから劣化因子は入りやすくなります。ですのでここで平らじゃなければ、この上に塗る中塗り剤、上塗り剤というのも、薄い厚いがやはりできてしまいますので、しっ
っかりここで、まあ、平滑にするというのがこの盾の役割になります。ですので鉄桁ですと、まあ、穴が開いている鉄桁なんかありませんから、コンクリート独特の材料になっています。でやはり穴を埋めたり段差を埋めたりしますので、ちょっと粘土状になって少し硬い材料になっています。ですので先ほどはハケローラーという作業台だったんですが、ヘラとかコテを用いて塗っていくというのが一般的になっています。で次が中塗り材ですね。ここで遮断効果を出したり、あとはひび割りの追随性を出したり、剥落性能を出したりというようなところをここの中塗り材で、つけていきます。で最後に塗るのが上塗り材です。で土木構造物の上塗り材ですと、もうウレタン系の樹脂系のものかフッ素系の樹脂系のもの、この2つしかないです。ですので後ほどこれの、寿命度の話を少し触れてまいります。美観ですね、目的としては美観、あとは耐候性という形でお日様から当たる紫外線に強い材料がここで用いられています。でもう一つは特徴としては調色という形で色を、ここで決めることができます。日本塗料工業会というところが色見本帳というさまざまな色がある見本帳がありますので、それに合わせた形で色を作ることができます。ですのでここの上塗り材ではそういう特徴があります。ですけどコンクリート構造で今塗られてますので、ほとんど、まあ、コンクリートに近い色のグレー系の塗料が今選定されてますね。我が社でも8割5分から9割はグレーの塗料の出荷量というのが一般的になってきています。じゃあどういったところにその塗装仕様が出てきますかと言いますと、まず一つは高度炉鏡防色ビンナーの中に書かれてます、まあ、これメタルの、新設の塗装ですとか橋の、メタル鉄橋の新設の塗装ですとか、あとは塗り替えの塗装の方が書いてますが、その中に少しだけコンクリートの塗装が書かれています。でこれ見ていきますと、これは CCA、CCB と書かれてますが、プライマー、パテ、中塗り、上塗りというふうに書かれてますので、ここの2番から5番まるっきり同じ塗装仕様になってます。で CCB も一緒ですね、プライマー、パテ、中塗り、上塗りとなってます。まあ両方同じ、先ほど見ていただいた塗装仕様と合致します。でよくですね、じゃあ敏覧に書いてるのが分かりました、じゃあ A と B の違いは何ですかというところをちょっと押さえておこうと思います。これ品質です。 CCA、CCB になります。でずっとここまで動作ですね、同じ性能ですよと書いてるんですが、ひび割れの追随性だけ CCA は 1% 以上でいいですよと、 CCB は伸びが 4% 以上ですよというふうに明示が書かれています。じゃあなんでこうやって書いてますかと言いますと、 PC 桁のちょっとひび割れが入りにくい極めて低い材料には CCA でいいですよ、ですから伸びる必要ないですよ。で多少ひび割れが入るような、まあ、RC の部材等ですとCCB になりますので、部材によって選定する仕様が変わってきますよというふうに覚えていただければと思います。でこれは我が社の塗装仕様ですので、まあ、先ほどのものと一緒になります。で NEXCO さんはですね、一応、塗装仕様使用規定にはなってなくて性能規定になっています。で先ほど見ていただいた CCA、CCB ですと、まあ抵抗としては遮炎性と耐アルカリ性ぐらいしかないんですが、ネクスコさんちょっと幅広くなってます。遮炎性、酸素透過阻止性、水蒸気透過阻止性、中性化阻止性になってますので、まあ、主にまあ中性化、あとは塩害にも、対応できる、塗装仕様になって、あ、性能になってます。でこれは我が社の塗装仕様になってますが、プライマー、パテ、中塗り、上塗りですので、今見ていただいた塗装仕様とまるっきり一緒になっています。でこれ我が社出してますけど、他社さんも同じ塗り方になっています。
で、ここからがこの3番目の機能の話を少し触れていこうと思います。で、1つ目はですね、塗布型、塗るだけの剥落防止の話で、タフガード QR コードで、2つ目は視認性ですね、中が見えますよと、クリアな塗装剤を塗るという形で、保護と保護塗装であるクリア工法というのと、剥落防止の性能がある VCS 工法という、この2つの工法の説明をしてまいります。で、まずは剥落防止ですので、じゃあ剥落防止の性能というのはどういうのがありますかといいますと、これ首都高速道路が出している本なんですが、橋梁構造物設計要領コンクリート面剥落防止という本がございます。で、その中にですね、耐火性という言葉が出てきます。で、この耐火性というのが、剥落防止の性能だと思っていただければいいと思います。ですので、ファイ10センチあたりの押し抜き荷重が 1.5 キロニュートン以上、これちょっと文字だけだと難しいんで、この押し抜き試験という試験をしてますので、ちょっとその押し抜き試験の説明を少ししてから本題に入っていこうと思います。これコンクリートの平板です。側溝の蓋をイメージしていただければいいと思いますが、600ミリの長手で400ミリの、短手のコンクリートの平板に真ん中に100ファイのコアが切っています。で、この黄色くなっているところが剥落防止の塗装をする範囲です。で、それがこの100ミリ100ミリ塗りませんから、400×400mm の幅で塗ってまいります。で、これをぐるっとひっくり返しまして、先ほどのコアの部分を後ろから力をかけて押していきます。その時にこの黄色い部分で支える試験になっています。で、これが試験ですね、ちょっと古い試験で、この部分が先ほどの10センチの100ファインとコアを押していくところですね。これが側溝の蓋っていうところが持ち点になりますね。で、下から見ると、これが40センチ×40センチの剥落防止を塗っている箇所になっています。で、ちょっと今画像を動かしてますが、この部分が剥落防止ですね。今少しちょっと跡が出てきていると思いますから、上からずっと今荷重をかけていってます。ですので、下に塗ってる剥落防止の材料で支えてる試験になってます。ちょっとずつ跡が出てきてると思いますね。ですので、今これ我が社の塗装材でやってますが、これはこういった試験は今剥落防止で塗られている塗装材は全てこの試験に、合格しているものが塗られていると思っていただければと思います。少しはちょっと跡が出てきてるのが分かりますね。今じわじわと上から荷重をかけていってますね。で、ちょっと飛びましたが、こういった形で、この部分が、剥落が生じているというところを支えている試験になっています。で、これ横から見た平面図です。よくコアを切ってますよって話をしますと、切ってしまったらスコーンと抜けちゃうんじゃないですかって話がありますが、これ断面で見てますが、板厚が60ミリの板厚です。で、削光コアを抜いているところは55ミリまでしか抜いてませんので、剥落防止を塗る面というのは平らな面になっています。で、これがチャートになります。で、どういったことかといいますと、まずガーッと右側が変位ですので、先ほどの、コアのところが延直の下方向にどんだけ下がっていっているか。で、ここが耐火性、強度になっています。で、最初5キロニュートンぐらいまでガーッと力が上がってますが、この状況がどういう状況かといいますと、まずこの5ミリの部分を壊します。ですので、壊したところがこの状況ですね。で、壊しきった力が抜けますので、そこからまたじわ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 と力をかけていって、 1.5 キロニュートン以上の強度と10ミリ以上の変異が、ですからこの交点より上にチャートが来たら、合格という試験になっています。で、まとめますと、じゃあ 1.5 キロニュートンってどんなものかいねと言いますと、50キロ程度の、これ安全率見てますが、50キロ程度のコンクリート片が落ちようとしたときに支えられる、試験になってますので、現場で50キロというのはかなり大きなコンクリート片になってますので、結構きつい試験にはなっていると
という形になっていますので、そこをちょっと覚えていただければと思います。で、ここから少しちょっと工程の話をしてまいります。これ、まあ、これからちょっと動画を見ていただきますが、施工前、施工後ですね。で、ちょっとやっぱり黒ずんでて汚れがついているような状況です。で、まあ、塗布型ですね、まあ、塗るだけの工法になっていますね。で、やはりまあ選定される色はグレー系のものが多いですよ。で、今見ていたところを塗ってきます。で、これちょっと工程が違うんですが、まあ、下地処理をした後に、今までだったプライマーを塗るんですが、この素地調整剤というフィラー剤で巣穴を埋めたり、型枠の段差を埋めていきます。で、それを植えた後に、まあ、このプライマーというのを全面に塗っていきますね。でちょうどでこの QR、まあ、これが今中塗り剤になりますが、タフガード QR ユーザー用金具で塗っていきます。まあ、これをと、1.4 キロですね、1平米あたり 1.4 キロ。で、100ミクロン、まあ、1ミリつけることによって、先ほどの 1.5 キロニュートン以上の荷重と、10ミリ以上の変異があって。で、最後に上塗り剤ですね、まあ、やはりグレー系塗料になりますが、これをローラーで塗っておしまいと。いう工法になっております。で、これが塗装仕様ですね。素地調整剤のタフガード EW フィラーで巣穴とか段差を埋めますよ。で、プライマーを塗って、この中塗り剤、1000マイクロメーターで 1.4 キロになりますので、この厚みをつけていただくと。で、上塗り剤、まあ、ウレタン系のもの、フッ素系のもの、土木系では 2個しかないですよと話をしましたので、まあ、どちらか選べる形にはなっています。じゃあ従来、まあ、塗布型の塗るだけですよってご説明をしたんですが、従来どんな風になっているかというと、これが、剥落防止がもともと使っています、まあ、連続繊維シートという工法になっています。で、右上見ていただいたら分かる通り、こういったロールで、これ1メーターの幅になるんですが、ロールでまあ1メーターの幅で100メーターの長さで、まあ、現場に搬入していきます。でこれまあ三軸のミニロンメッシュが一番1、2、まあ、三軸になっているんですが、こういったものを、まあ、樹脂でサンドイッチ、まあ、貼り付けていくというのがまあ一般的、まあ、今までも使われている一般的な工法になっています。ですけど、どうしてもこういった形で、橋梁の構造物になりますと、釣りボルトがあったり、あとは遮音壁のベースがあったり等々ありますので、まあ、これは体の形状でもともと切ってから裁断してから現場に持っていくんですが、こういった箇所がありますと、どうしてもそこでもう一回ハサミを入れて一工夫というのが必要になってきますので、まあ、塗るだけではそういった手間が少なくなるのではないかなというふうに考えております。でちょっとまとめますと、まあ、塗るだけですよという工法になってますので、先ほど見たように繊維シートがいらないですよと、あとまあ形状にも左右されないんで、まあ、工程が変わってくることによってコストが変わってきますよと。あとは伸びるという形で、まあ、伸びて割れてしまえば、先ほど巣穴と一緒でそこから劣化因子が入ってしまいますので、伸びることによって劣化因子の遮断効果が上がりますよと。あとはまだこれちょっと商売ベースにはなってきてないんですが、やはりまあ水性化、まあ車の世界なんかですが、やはり今塗料の水性化がどんどん進んでます、まあ、環境に対して、あとは、ブランドイメージ等もありますので、かかってきてますが、土木構造物ではまだまだ溶剤という形で、シンナー溶剤系のものが入っているものが多いんですが、これからやはりこういった形で、VOC の削減というのも、環境、あとは作業員への安全性という面で必要になってくると思いますので、こういったことも、感知した材料になっております。で、まあ、ここのまとめでちょっと上塗り剤の耐久性の話を少し触れておしまいにしようと思っています。日本塗料工業会というところが重合色塗料ガイドブックっていう本を出しています。で、その中にですね、上塗り剤の耐久性というところが書かれています。でそこには消耗度と、まあ、これカッコでつけたんですが書いてあります。どういったことかと言いますと、上塗り剤、まあ、塗料一般的なんですが、時間とともに紫外線等々で劣化して、こうやって手で触っていただくと手に
粉がつくような状況になっています。でこの粉がつく状況というのはもうトマトの表面の劣化が起こっている状況です。でこれ手につくっていうことは雨が降ったり風が吹いたりしますとこのトマトというのは飛んでいって飛散してしまいますので、もともとの塗装しているものがどんどん減毛していくということが起こっております。じゃあ減毛する、まあ、消耗するのはどこからかといいますと、光沢、塗料の艶が低下したところから消耗が始まってまいります。でこの表の大きくした表はこの表なんですが、光沢保持率って書いてますので 100% のところから落ちていくところが光沢がなくなっているところです。で四角がポリウレタン、三角がフッ素です。そうなりますとフッ素は2年あごめんなさいポリウレタン2年目からガタンと落ちていきます。フッ素は7年目からガタンと落ちていきますですね。そこから劣化が、上塗り剤の劣化が始まっていきます。ですので2年と並んですね。で両方の塗料の消耗速度というのは、測った値がございます。ポリウレタンは毎年毎年2マイクロメーターずつで、フッ素は毎年毎年 0.5 マイクロメーターずつ減毛していきます。ですので元々の塗膜厚は、30ミクロンと両方とも一緒ですので、年間の消耗速度で割ってあげます。そうするとポリウレタンは30÷2、フッ素は30÷0.5 になりますので、15年、60年というデータが出てまいります。で、光沢が減るまでの期間を足してあげます。そうするとポリウレタンだと17年、フッ素だと67年というデータになります。で、これあくまでも全部上塗り剤が均一に30マイクロメーター塗ってあるということと、全てがなくなった状況になりますので、半分ぐらいを目安に次の塗り替えのご提案をしていただければなと思います。ですので、まあ、これぐらい変わってきます。じゃあこれが変わってくるとどれくらい値段が変わりますかと言いますと、塗料の塗装をする作業というのは変わらないです。労務費は塗料代が変わります。だいたい今平米600円ぐらい変わってきますので、そこをこの年数で見てどう考えるかというところになっています。ですので今のご発注の物件というのはやはりその、長寿命化ですとか、あとはライフサイクルコストという観点からやはりフッ素樹脂の選定しているものがかなり多いです。ですけど5年ぐらい、まあ、5年、まあ、10年、5年から10年前の製化品ですとまだそこまでの観点がないところも多くて、ポリウレタンを選定しているものが多いです。ですのでちょっと前の製化品ですとこのまま発注になっている場合もありますので、受注業者様の方が、まあ、そういった提案をしていただいたりですとか、これからの設計の中では、フッ素を選んでいただければなと思っております。で最近はですね、この我々の塗料の出荷量もですね、もともとポリウレタンが8割フッ素が2割ぐらいの割合でしたが、もう最近は逆にフッ素8割、ポリウレタン2割というように逆転してますので、やはりそういった、長持ちさせようよというニーズが増えてきているのではないかなというふうに考えております。で次がですね、視認性の話を少し触れていきます。これですね、まあ、コンクリートに、まあ、エナメル塗装という形で、まあ、色をもう着色して塗っちゃってる状況です。ですんで、ここには断面修復した跡がありました。でももうわからないです。色付けちゃってます。これ漏水の水しずきがあったんですがもうわからないです。これもわからないですんで、こういった形でこれ疑似的に、まあ、ひび割り入れてます。で、まあ、社名のこういったシールを貼った上に塗装をしているんですが、まあ、中が見えれば先ほど言った断面修復があったり漏水等の跡も分かるんじゃないかなと、まあ、ひび割りもそうですね。そうなりますと、まあ、早期に血管を見つけることによって、早期に、
違う補修の提案ができるんじゃないかなという形での視認性の塗料になっています。じゃあどんな風に塗っているのかというのがあると思うので、少しちょっと塗装を塗っている状況を説明させていただければと思います。まあ、種類は3種類ですね。で、まあ、塗料というのは基本的にこういった缶で、缶に入って現場に入ってきます。で、1液型のもの、まあ、2液型、塗料液と硬化剤というふうに分けて、現場でそれを混合して、攪拌して塗っていくというものが、まあ、土木の構造物だと思うんですね。まあ、このプライマー1液なすクリアープライマー。で、先ほど言ったプライマーですので、無色、透明ですよというのが一般的ですね。で、これをですね、これローラーっていう道具になりますが、これを用いて、コンクリートの表面に塗ってまいります。まあ、こういった形ですね。で、これスレートに塗ってますので、まあ、分かりやすいですね。塗ってる、塗ってないはすぐ分かると思うんですが、これ現場のちょっと古くなった構造物になりますと、なかなか難しいです。で、その後で現場塗った、画像を出しますので、ちょっとこのとこの差を見ていただければなと思います。まあ、塗った感が、まあ、吸い込みもそれほど均一ですので、こういった形でムラもなく塗っていくことは可能なんですが、こういった形で、まあ、全面塗っていきます。ですね、ここも、視認性がないと意味がないですから、こういった形になって、しっかり視認性がある。この状況でも視認性を求められる。で、これは塗ってるってすぐ分かるんですが、基礎の構造が難しいんで、まあ、水をかけて、まあ、弾いてくれればしっかりそこには膜が増膜、膜がついてますよと、膜ができてなかったら吸い込んで水の中に入っていっちゃいますね。こういった風に確認をしております。で、次はこのクリアのパテ剤という材料です。今塗料液の中にこの液体の硬化剤を入れた状況です。で、この状況では塗膜としては正常な 塗装塗料になりませんので、攪拌機を用いてこういった形で攪拌していきます。混合攪拌していきます。で、少し流動性が出てきますので、こういった流動性が出てきますので、これをまた、塗っていきます。ですね、缶の中ですとちょっと黄色っぽくなってますので、これでクリアになるのかというところはちょっと心配だと思いますが、こういった形で金ごてを用いてコンクリートの平面に塗ってまいります。で、この役割も、まあ、遮断効果もあるんですが、先ほど言った巣穴を見たり段差を見たりするような状況になっています。ですけど、厚く塗りますとやはりちょっと視認性が見にくくなりますので、規定量をしっかり決まった規定量をしっかり塗っていくというのが重要になってまいります。で、先ほど見てた CCB、まあ、高道路橋の CCB の規格であれば、このプライマーを塗ってパテを、このクリアパテを塗っただけで、性能は担保できます。ですので、ネクスコさんになりますと、この後見ていただきます上塗り剤が必要になってます。で、ワンゼンは塗料の性状一緒ですので、まあ、コテで塗っていくような形になりますね。まあ、これ、攪拌した後になりますが、こういった形で上塗り剤を全面塗っていく。上塗り剤が塗るのが必要なのは、先ほどのネクスコさんの規格になってまいります。まあ、これも一緒ですね。金ごてで塗っていくという形になっています。で、先ほどの CCB の規格になりますが、プライマーを塗って、パテを塗って、おしまい。で、ネクスコさんの構造物施工管理要領になりますと、先ほど、まあ、塩害だけの性能ではなくて、まあ、酸素、中性化等々の性能も必要になってきますし、あとひび割れの性能も出てきますので、プライマー立て上塗りを塗っておしまいという形になっています。まあ、これが、ネクスコさんの基準値に対して当社の、まあ、結果になります。で、これがまあ塗った状況ですね。まだ場所とかさ、この部分を塗った状況です。ちょっと塗ったのが少し現場でとちょっと違うというのが分かると思うんですが、今、プライマーを塗っている状況ですね。こちらがケレン側終わった後、今こちらがプライマーを
乗っている状況です。ですので、ちょっと先ほどスレートクラブと比べたら少しちょっと、塗り肌感が出ていると思いますね。で、ここなんでこのクリアーな剪定になったかと言いますと、ちょっと遊歩道が下にありますので、やはり周りとの景観の配慮という形で色を塗ってしまいますと、ちょっとこう橋だけがこう浮き立った形になってしまいますので、クリアーな塗装材というような剪定になっています。で、これが今縦を塗っている状況ですね。プライマーが塗り終わった状況になっています。で、この上に今、このパテ材を塗っている、ちょっとガタガタしてた、コンクリートになりますが、今これで、平滑性を保って塗っている状況ですね。で、ちょっと厚みがあった形でちょっと気になってきますが、しごくことによって、切り落ちるというような状況になっていますね。これを全面入れていくという状況になっています。で、もう一つはですね、先ほど、保護塗装もあるんですが、やはり今剥落防止のクリアというのも結構歌ってきてます。で、まだまだ当社の技術力がないものですから、先ほどみたいな塗るだけ工法というところはできないものですから、ちょっとシートを入れた工法になっています。ですので、先ほど見ていたらプライマーを塗って、パテを塗って、シートを挟んで、パテで穴をシートをパテの上をもう一回シートを塗っておしまいという工法になっています。で、これ床版の仮面を塗っている状況です。これ施工前って書いてますが、ケレント終了、下地処理が終わった状況です。で、今プライマーを塗っている状況ですね。で、こういった形で、今水をかけている状況です。で、弾いていますので、しっかり塗れているなと。で、プライマーを塗っている分、塗装です。ちょっとやはりこう黒ゾーンという形になりますね。で、そこに今先ほど見ていたパテを塗っています。で、パテを塗って、で、パテが塗り終わった状況です。そこにこういった形で躯体の形状に合わせたシートを今こういうふうに天井で貼っていっている状況ですね。で、その上にもう一回パテ材塗って完了という形になっています。これがシートのつなぎ目になりますね。で、これ今充填したひび割れを U カットして充填したような箇所ですね。もうしっかり視認性が取れていますし、これちょっと片側の段差のところになっていますが、ここもしっかり分かるような状況になっています。で、これ木工の跡ですとかいうのも、シートが貼ったらなかなか見にくいんじゃないかなというところもあると思いますが、中の形状はしっかり把握できるかなというふうに考えております。どうでしょうね。で、これ、施工完了したところで、鼓動橋になっていますが、この部分ちょっと白くなっているのはシートの重ね仕様になっています。で、これ、この地覆の部分を上から撮った写真なんですが、こちらは未施工、こちらが施工が完了しているシートの状況です。ですので、下の状況も、しっかり見える状況になっていますので、こういった形で、視認性のある、保護塗装のものと、剥落防止の性能を持ったもの、2種類の話をさせていただきました。ちょうど時間となりました。私の方から今日は古布型の剥落防止の話と、あとはクリアーですね、タフガードクリアー工法と古布ガード VC メッシュ工法、視認性のある塗料のご説明をさせていただきました。で、皆さんの設計、施工の中で何かお役に立てればと思ってますので、何かありましたらご連絡いただければと思います。私の方から以上となります。ありがとうございました。